だからそれで言うとね、満員電車、この頃はまあちょっと時間差であれか知らないけど、まあ、満員電車いっぱいいるでしょ。で、あっこでね、クラスターね、報告されてないでおっすしよゃるとおね。っしゃるとおり。で、なんでだと言ったら、いや、あっこはみんな黙ってますからそうそう。ということなんです黙ってる上か。に今ほら風通しよくしてますああ、ね。そうだですからね。まあ、あれが結構大きくて、で、ちょっと一個専門を聞きますとですね、エアロゾールっていうのがあるんですよ。で、今政府は飛沫感染で、空気感染はないよってずっと言ってきたんですけど、エアロゾル感染って要は空気感染なんですよ。で、それは起こってるんですね。で、そうじゃなかったら、一人が何十人にこう伝達したなんて会場で、だってこのペチャクチャみんな近くまで行ってるわけじゃないんですから、それ絶対そうなんですよ。こういうところでずっと行って、それがなるわけですよ。まあ、空気感染って言ってもまあ間違いないですよね。同じことですから。ただそのエアロゾルっていうのは風通しさえ良くしてれば、すぐなくなります。だからまあ残念ながらその新宿でどこってところはやっぱ風通しがない状況になっちゃうんですね、ああいうところは。で、まあ、ペチャクチャペチャクチャこう喋ってるの時にバーって回っていって、で、周りの人がねかかっちゃうだから、まあ、カラオケとかね。ああ、そうですよね。あれもだから本当は野外でやりゃいいんですよ。ああ、だからそういうそことだよね。うね。それで行ったらね、で野外でしょ。そうすると本当はね、野球のねとかね、やったらいいんですよ。ね、まあ、ただまあそこでね、応援のバンバンやったりね、したらとか、まあ、2まあ、メーターね、それも確かまあ、しにかしね、外だったら関係ないと思う。関係まただまあ、甲子園なんかの場合はね、旅館とかにね、あ。いっぱ泊い行まるくとから。か、バスでだっとね、行くとか、まあ、しかし、バスで行っても黙ってたらいいんだよね、だから。実際そうですね。バスで行って黙ってね。で、まあ、換気必要だから窓開けて。で、そういうことをやっていけば、相当程度、まあ、防げると思いますよ。そうですよね。まあ、だって、結局やってたって、ここからマスク100%やったとしても、エアロゾルのリスクってやっぱありますから、そこでね。そうすると、まあ、職場に毎日行ってるっていう状況を考えれば、そんなにまあ大きなリスクってわけじゃないですから、まあ、ちょっと今だから、まあ、少しずつ1000人規模の集会もこれからいいにするのかな、なんか、そうですね。だそれから言うと、まあ、年齢を移せれば、まあ、普通の、まあ、変なお客さんのいないようなところで、まあ、あるいは立ち飲みでね、こう風通しがいい、なんかところはもっと飲食店、普通にやってもいいと思うんですよね、過剰になるそうでしょ。ね。そこはね、やっぱりなんかみんな言っちゃいけないんじゃないかと思ってるかもしれませんけど、あれはちょっとおかしくてとは思いますね。だからなんかそのね、正しいね、ルール、正しく怯えて、ね、恐れるというね、ことが大事なんだけど、日本人ってね、とにかくそれが、ゼロリスクに慣れちゃってるから、そうなんですよ。それはやっぱり大きな間違えで、経済活動のところしばらくかなり長い間私は続くと思います。だから、まあ、ウィズコロナっていう時代が、これ、まあ、一つ申し上げると、ワクチンが作りにくい、このウイルスは。ものすごく作りにくいウイルスです。そうです。まあ、かなりなくなってますけれども、実を言うと、かなり毒性が弱いんですね、普通のウイルスに比べると。ですから、やっぱ反応しないんです、体がね、あなまるほり。ど。それで最後、人が亡くなってるっていうのは、そのウイルスを攻撃しようとしてるんじゃなくて、ウイルスは感染した細胞を叩いちゃうんですね。それで、まあ、細胞がやられて亡くなってるんですけ自分のど、体自分で攻撃してるみそたいなういうことです。そういうそうことなっですてくよるんで、ね。自分で毒じ感ゃ染しなたくせてね。て、自分そう、の。ウイルスで戦いじゃなくて、自分の細胞やられてるんで、だから回復した人も自分の細胞をやっつけちゃってるんで、かなり大変なんですよ。じゃあそういう状況があります。繊維化っていうのを起こして。だからこれは、まあ、ウイルスが、まあ、ちょっとある特性なんですね、こういう。だから弱いからあんまり反応しないうちにバーって広がっちゃうということで言ってるんですけど、まあ、それからするとやっぱり、何か、仮にワクチンを作ったとしても、ちゃんと抗体ができるかどうかっていうこの問題としてね。それからもう一つ、この一番、まあ、みんなが狙ってるのが、スパイク、まあ、ウイルスに、まあ、スパイクっていうタンパクがあって、まあ、そこに、まあ、人間の受容体にくっつくところなんですけど、まあ、その受容体の結合するところが一番その、まあ、狙いをつけるところなんですね。まあ、そこがですね、単なるタンパクじゃなくて、糖鎖って言って糖がついてるんですよ。そうすると構造がですね、なかなか、こう定まりにくいんですよね。ってことで、非常に難しいです、作るのが。そうすると、まあ、かなりかかるんじゃないかっていうのは僕の見立てなんですね、今。それをそうなると、あれですね、どうなるこの社会そう的です。な生活が元通りに戻だかるらとはまあまあ、何だかからかウるィズの？コロナがしばらく行って、まあ、慣れていくって、まあ、ことになるんでしょうけども、
まあちょっとこのあんまりね、この今日はまあ本当にまあ自由に西田さん先生ですから話すと、まあもうある程度我々の学者の間とかの共通の考え方っていうのはやっぱり集団免疫をどうするのという話になる、ね、うん、これはちょっと政治の場合じゃあんまり言うべきじゃないっていうのは今みんな言うところがあるんですけど、うんうんうん、ただね、しかし正直言ってそれが、ね、ない限りはやっぱり論じられませんから。そうでしょうね、人間ね、アメリカではですね、実は言うともう都市は 10% か 20% っていう割合で抗体を持ってるんですよ、うんうん、それを思うと第2波が来るともしかすると結構いっちゃうかもしれない、うんうん、でまあこれまあいろいろ論文出てますけど、6割っていうのはちょっとあまりにも原始的な考え方で、うん、その人間の出歩く、まあ、頻度とか若い人とお年寄りとかこうみんな比べてって、あとまあ同じぐらいの人たちしか交流しないんでね、うん、そういうのを入れるとおそらく4割ぐらいの人たちが抗体を持っちゃうと収まっちゃうと、うん、ということになると、うん、今のままでいくと欧米が、まあ、大騒ぎしてますけど残念ながら、うんうん、あれたちが一番早く抜けるでしょうね、うん、そうですよね、そう、集団免疫そこが一番早いです、うんうん、で、うん、日本はまあ、かなり遅れるっていう、いやただでも、うん、さっき一番初めに言ったなんとか X、ね、ファクター X が効いてますね、なんかあるんだから、うんうん、そもそも集団免疫なる以前に何か知らんけどかからない、だからまあそうかからませんし、あとは集団免疫を作るのにもっとずっと低いパーセンテージでいいと思います、うん、それは間違いない、そういうことね、まあ、2割ぐらいの人が抗体を持ったところでおそらく解除できるんだろうと、あ、そういうことね、まあ、どっからいずれ感染症っていうのはそうだ、いずれ何かが収まるっていうのは、しかし逆にそうするとあれだね、日本人が例えば海外にね行っちゃったりして、うんうん、例えばアメリカに行くと一番流行ってるね、うん、でアメリカではね集団免疫も4割かかっちゃって、ね、ラッキー最後 ね、うん、あれだけど日本人はね、そんだけたくさんね感染者がいるところには暮らしてないからファクター X を持っててもかかっちゃうということ、まあまあ、だからね集団免疫っていうのは要は集団がみんな持っちゃうとですね、実は流行自体が起こらないんですよ。あ、そういうことか。そういうことなんですよ。だからそこは流行がもう全部防ぎだからそれはいいんですよ。あ、じゃあ海外交流は別にもう全然平気で、もちろん未感染者たくさんいても平気だってことですね。そういうことか、そういうことです。だから か、まあ、その状態っていうのが、まあまあ、望ましいんですけど、今からそこはちょっとかなり長いんでね。だからまあ一個言えることは、うん、経済活動しながらこれねリスクはゼロにならない、これはもう当たり前の話で、うんうん、これ、ね、そこはもう他の病気で亡くなることだって十分あるわけですから、そうですね、そういうことだから、うん、リスクは必ずあるんですよ人間には、うん、そういうのを前提としてね、経済活動を続けていかない限りは、うん、これはこの国は滅びちゃいますから、うん、でまあそれでウィズコロナっていうことになった時に、うん、何がやっぱり一つも問題になるかっていうと、医療機関がちゃんと回ってるかどうかですね、医療崩壊しないかどうか、日本の医療してないかどうか、ね、で今の状況ですと、うん、病室はちゃんと空いてますから、うん、そうすると病院がフルにならない限りは経済活動を続けてもいいでしょうと、うん、こういうふうに言ってるわけですよ。いやそれとしかもね、うん、京都なんかそうなんだけど、インバウンド目当てにむちゃくちゃホテルできたわけですよ、まあ、そうです駅前ね、そうです誰も来てませんから空いてるでしょ、これ大変ですね、だからそこを全部一棟借りをしてね、でそこで軽症の人やらやるとかね、やるんだけど、要するに 今空いちゃってますよね、そうでね、要するに治療といってもね薬ないんだから、治療できないわけ、要するに隔離してるだけでしょ、隔離なんです、隔離、そうでしょ、うん、だから医療崩壊もクソもしないんじゃないか、まあまあまあ一応ね、要は隔離してね、そこでまああんた自分の免疫でやってまあ、何までおよそ待ちなさいってことですね、そういうことでしょう、結局の、まあ、ただね、今さっきあるのは、できたためのさっき言ったような、例えば炎症を抑えたる薬ね、うんうん、ああいうのを適宜使うっていうことはできますから、うん、そうね、患者さんに合わせて少し工夫してやるんですけど、うんうん、あとは、まあ、人工呼吸器が必要になった人に、まあ、日本じゃ、そこまで深刻な状況じゃなくて、必要な人には人工呼吸器装着できてたんでね、うん、そうすると、まあ、治療の回復は良くなりますね、やっぱり、うんうん、それに人工呼吸器つけた人でも、随分回復してますから、2割ぐらいじゃないですか、亡くなった人が、つけた人のうち、うんうん、アメリカだとニューヨークで一時期、9割近い人が亡くなってた、8割が8割亡くなってたんですよ、人工呼吸器つけた中で。つけても、ああ直近でした、8割っていう数字を見たときに、エクモをつけても8割なくなったから、ね、まあ、だから人工呼吸器で8割ですからね、エクモのでももっと厳しいですよ、ちょっとなんでそんな、だからまあ向こうの状況はちょっと、まあ、つける
まあ、ちょっと一つ言えるのは肥満の方が多いとか、そのかなりそのやられちゃってる、もともとの状態が悪い人が多いんでそうなってるっていうふうにも言われてますけど、うんうん、まあファクター X も含めて困ったと分からないですね、うん、とにかくそこはちょっとね、さ、これはひどいことになってるっていうのはその時に僕もちょっと感じて、医者として、うん、まあ、向こうの医療はこの日本の医療現場の比じゃないでしょう、あの火事場の状況は、うん、っていうふうに思います、うんうん、だからまあそれから思うと、まあ、日本はかなり今落ち着きながら、まあ、医療もなんとか大騒ぎになりましたけども、そうは言ってもですね、医療の崩壊するって状況がなく第一波は言いましたし、うん、今は逆に言うと空いちゃってますから、うん、そうですよね、だから、ね、だからまあ少しそのリスクを取ってね、うん、やっぱり国としては経済活動いいですよというのが私は必要だと思っていて、うんうん、まあ、あまりそのまあこれ増えちゃ増えすぎると困るって、まあそれはみんな国民政府はそうなんでしょうけど、我々、うんうん、としてはですね、正しく恐れると、そう、リスクはゼロにならないんだから、うん、仮になったとなってもですね、うん、今動いているような人たち、例えば20代の人って今日本で亡くなってないんですよ、うん、あ、そう、そうなんで、それから考えると 30代から少しずつ出てきて、まあ、我々になると、まあ、じゃあこれどうなの、学校とかも、いや学校はね、正直申し上げると、うん、学校を閉鎖させて閉校にしたっていうのははっきり失敗でしたね。あ、そうか、これ、ま、全く流行ってない地域の小学校休みって何の意味があるんですかと。そうそう、いや、それで、うん、そもそもね、一番最初ね、うん、コロナが言われた時にあれ参議院の精神でやったでしょ、そうそうそう、学校は全く意味ありません、そうそうという話を言ってた直後に学校に続いてやめたから、ええー、と思ったんだけど、ただそれはね、みんなね、面食らいましたよ、ね、ただ、うん、ただあれでまあショック療法でこれ大変なんだというので、ロックダウンをしなくても、まあ、みんな自粛が、まあ、あれはね、一個はなったのはあったのか、お父さんとお母さんが学校、子供が学校に行かないとうちにいなきゃいけない、うんうん、働きに行かなくなってリモートも流行ったし、うんうん、とやむを得ない事情がこう、ま、蔓延したところもあるでしょうね、うんうんうん、まあ、だそこは、まあ、ただ感染的に言うと、そう、だ論理的に言うと間違ってたんだろう、やっぱりそういうとこあります、偶然ね、こうなったからって言うんだけど、うん、しなくても同じような状況できたかもしれない、だからこの次第2波第3波とかもし仮にあっても学校を止める必要はないですよね、学校は止める必要はないと思いますね、大学も、大学も含めてね、まあ、大学もちょっともう今並行になっちゃってますけど、だからちょっとそれもおかしいで、まあ、大学の場合は、もうちょっと上の人も来ますから、うん、ただまあ初は20代っていうと関係ないですからね、うんうん、私は学校を止めたのは失敗だったというふうに思ってます、うん、だからまあそれによってかなり今この1年間学力落ちたし、うん、私も考えるべきなのは数年にわたって起こるっていう状況をちゃんと考えた上で、うんうん、ね、そして数年にわたって起こるという最後の終着点は集団免疫が獲得した時、まあ、ね、もしくはワクチンがあったとできた、ワクチンがどこまで早くできるかですけど、ちょっと厳しいと思います、ね、だからそれにも、まあ、結局集団免疫、それプラス日本人のファクター X が何かということがもう少し科学的な分かってくると、もうちょっと行動できるようになるでしょうね、やりますよね、うんうん、ただまあ全体の状況からして今だって東京でいて、これ東京一番高いわけですから、うん、で1000万の人口いて、まあ、今日が50人ですか、うん、それで誰も現実的じゃないんですよ、うん、その自分にっていうのは、うん、だって1000人に1人とか1万人に1人っていう状況ですよ、うん、1000万で50ですからね、うん、そうすると1万人に1人、もう10万人に1人ぐらいなわけでしょ、うん、そうするとね、宝くじ当たったことないです僕も、うん、ね、この高額宝くじが当たるようなもんですから、うん、誰も要するにリスクないわけですよ事実上、まあ そうですね、そういうことなんだから、それでから言っちゃうと、まあ、なぜか、まあ、たまに1億円当たったって人がいるのと同じですよそんなないわけじゃないですか実際はね、そうそう、まあ、要するに交通事故よりもよっぽど低い、ね、よっぽど確率は少ないわけですよ ね、それで言っちゃうと ね、結局、まあ、そういう確率をなかなか、まあ、早いにマスコミはすごい騒いだから、うん、みんながこう出ちゃったってことになるんですけど、これは、まあ、政府は、ね、本当はそういうメッセージをちゃんと出して、うん、まあ、広がって医療機関が危機になった時は分かりますよ、ただこの解除の仕方もね、うん、もっとやっぱりみんなが自由にやっぱり経済活動できるようにしないと、まあ、せっかくファクター X があって公約を続いてるのに、うん、経済活動はみんなと同じようにしぼんでるんですね、各 EOA と同じように、うんうん、でそこは残念ですよね、もっと活性化できると思うんですけど。